皆さん、こんにちは。ただいまから令和元年生態環境尺実際広報業海洋安全保障振興講演を開催します。本日はおかげのところまた日曜日の午後にもかかわりせず、すぐに多くの方々にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また平素より海上自衛隊に対します深いご理解と多大なるご協力をいただいておりますことを改めまして感謝を申し上げます。私、海上自衛隊幹部学校副校長をしております大勝と申します。本日は司会を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回の安全保障シンポジウムでありますけれども、今非常に重要度を増しておりますグローバルな海洋安全保障の問題に対しまして、海上自衛隊の取り組み、活動、こういったものを広く内外の方々に知っていただきたく、そういう趣旨で海上自衛隊、防衛省海上自衛隊と笹川平和財団海洋政策研究所共催で、初めは平成21年度2009年の観艦式から実施しておりまして、今年で4回目を迎えることとなりました。今年度のテーマは21世紀におけるシーパワーのあり方、インド太平洋における国際協調を中心としてというテーマで、議論をしてまいります。特に自由で開かれたインド太平洋をどのように実現するのかというパネルディスカッションとなります。なおこの海湾で保障シンポジウム、これまでは護衛艦の中でやっておりましたけれども、さらに多くの方が聞いていただきたいということで、今回はこの TKP ガーデンシティプレミアム港未来の会場をお借りして実施する運びとなりました。どうかこのシンポジウムを通じまして、海洋安全保障あるいは海上自衛隊の活動に対しまして理解を深めていただけたというふうに思っております。それではここで本日の基調講演者あるいはパネルディスカッションのモデレーターパネリストの方々を紹介してまいりたいと思います。それぞれの経歴につきましては、すでにお配りのお手元のリーフレットをご覧いただきたいというふうに思います。まず、本日のモデレーターを担当していただきます、元防衛大臣、現拓殖大学総長、森本聡さん。森本さん、ありがとうございます。続きまして、基調講演をお願いしております前統合幕僚長の川野克俊様。続いてパネリストの紹介に移ります。はじめにインド、ディベーカーナンダ国際財団評議員カンワル・シバル大使。続きましてアメリカ合衆国海軍第74任務部隊指揮官ジェームス・キッツ海軍少将。続いてオーストラリア国立大学国家安全保障カレッジ上級研究員デイビッド・ブリュースター先生。続きまして笹川平和財団海洋政策研究所須波敦史所長。最後に海上自衛隊第一護衛隊軍司令江川博海将補。よろしくお願いします。以上の方々で進めてまいりたいと思います。それではシンポジウムの開催に先立ちまして、当シンポジウム共催をしております笹川平和財団の田中信雄会長から開演の挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました公益財団法人笹川平和財団の会長をしております田中でございます。このシンポジウムの開催にあたりまして主催者の一人として、ご挨拶を申し上げたいと思います。このようにたくさんの方々にご臨席いただきまして本当にありがとうございます。また日頃から笹川平和財団海洋政策研究所
防衛省海上自衛隊の活動に皆様方のご理解ご協力をいただきまして、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。さて、この海洋安全保障シンポジウムでございますけれども、先ほど大町さんからご紹介いただきましたように、3年ごとに、観艦式に合わせて行われております。グローバルな意味で、私エネルギーの専門家なんですけれども、海洋の安全保障というのは大変重要性を増している。これはもう皆様ご存知の通りでございます。広く先ほどご紹介いただいたように、内外の有識者、実務家による議論を通じて、この海洋の安全保障について広く国民の皆様の理解を得るということが、このセミナーの目標でございます。2009年から防衛省と当財団の海洋政策研究所が共催して行ってまいりました。これで4回目でございます。毎回毎回、中身が充実したものになってきております。今朝、第三橋に係留中の出雲をお尋ねいたしまして、詳しく出雲のオペレーションをご説明いただきました。本当によくわかります。海上自衛隊の大型護衛艦の中で実は、セミナーをこれまで実施してきたんでございますけれども、やはり多少手狭ではこれだけの方を一度にお集めできないので、今回はこの場をこういう会場に移しまして実施することにいたしました。特に次世代を担います若い方々にも海洋の安全保障をご理解いただきたいということで、大学生をはじめとしまして若い皆さんを中心に声をかけさせていただきました。ぜひこのシンポジウムをきっかけにしまして、海洋安全保障についての海洋政策について興味関心をさらに深めていただければありがたいというふうに考える次第でございます。今回のテーマ、21世紀におけるシーパワーのあり方、インド太平洋における国際協調を中心としてというテーマでございますけれども、海洋安全保障だけではなくて、この財団が推進しております海洋ガバナンスという問題にも不可欠なテーマでございます。基調講演には前統合幕僚長の川野勝利元会長、パネルディスカッションのモデレーターには森本聡元防衛大臣にわざわざお願いをいたしましてお引き受けいただきました。国内外のそうそうたる面々、先ほどご紹介いただいた通りでございますけれども、非常にエキサイティングな議論が行われるんじゃないかということで、私も楽しみにしております。短い時間ではございますけれども、ご来場の皆様にとりまして大変有意義な一日となりますように、また一緒に海洋の安全保障について考える機会になりますようにお祈りいたしまして、ご挨拶を申し上げました。今日はよくいらっしゃいました。ありがとうございます。